旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人のまいこです。今回は山口県民がおすすめするお出かけスポット10選をご紹介します。山口県に観光に来たけれど何度も訪れているのでどこか目新しいところに行きたい、そんなことを思っている方にはこちらに住んでいる皆さんが行くようなお出かけスポットをおすすめします。穴場的なスポットから定番となっているスポットまでを地元目線でご紹介。今回は山口県の皆さんがおすすめするお出かけスポットを10選でご案内します。1か所目は秋吉台自然動物公園サファリランドをご紹介します。迫力満点の野生に近い状態の動物たちを間近で見られるのが秋吉台自然動物公園サファリランドです。ライオンなどの猛獣たちに自ら餌をあげることができる体験もできます。でもここで生活をしているのは猛獣ばかりではありません。小さなお子様でも楽しめる可愛いたくさんの動物たちと直接触れ合える触れ合い広場や楽しく遊べる遊園地、そして様々なイベントも開催されていますので一日中遊べるおすすめのお出かけスポットです。2か所目は錦帯橋をご紹介します。日本三名橋の一つとして人気の観光スポットになっているのが錦帯橋です。川の流れを十分に研究して築造されたとされる五連の反り橋で、現代の橋梁工学と比べてみても遜色がない建築とされています。錦川水の祭典は8月第1土曜日に錦帯橋の周辺で開催されています。花火大会も行われますのでぜひ訪れてみてください。錦帯橋そのものも美しいのですが、四季を通じて桜、新緑、紅葉、新雪と自然によって彩られた錦帯橋もとても趣があってさらに美しくなります。3か所目は角島大橋をご紹介します。角島観光のシンボル的な存在となっているのが角島大橋です。自動車の CM などにもちょくちょく登場していて、その美しさが注目されています。釣りや海水浴など様々なアウトドアで楽しめる角島ですが、角島観光で最初に出会うのがこの角島大橋。白い砂浜にエメラルドグリーンの海、途中に浮かぶ小さな島と正面に控える角島、それらを結ぶのが角島大橋です。この絶妙のバランスを生かしてベストショットが撮れるスポットを見つけてくださいね。美しい青い海の真ん中を突き抜ける角島大橋、窓を全開にして風を切って走れば気分も最高です。4か所目は関門トンネル人道をご紹介します。本州と九州を結んでいる関門橋、関門海峡を渡っている雄大な橋です。車と鉄道が走っているのですが、人の行き来はどうするのでしょうか。駅なんてありませんし、バスを使って渡るのでしょうか。いえいえ大丈夫です。実は海底を貫いているトンネルがあって、人は歩いて関門海峡を渡れます。そこが関門トンネル人道なのです。トンネルの中ほどに県境があるのですが、そこでの記念撮影が人気のようですね。トンネルの距離は約780メートル、15分くらい歩けば対岸に渡れます。景観的には何にもありませんが、海底を歩いて渡るという他にはない体験ができるスポットです。5か所目は秋吉台をご紹介します。山口県の観光で外せないのが秋吉台と秋吉台でしょう。超有名な定番の観光スポットですね。秋吉台は日本屈指の大鍾乳洞として知られています。長い長い年月を経て地下水が少しずつ石灰岩を削って現在の姿を作っていきました。秋吉台の地下100メートルにある鍾乳洞に入れば、自然が作り上げた幽玄で不思議な世界に目を奪われてしまうことでしょう。日本全国に鍾乳洞はたくさんありますが、秋吉台ほどの大きなスケールの鍾乳洞はなかなか見られません。一度は見ておくべきおすすめのお出かけスポットの一つが秋吉台です。6か所目は千畳敷をご紹介します。
日本海が一望できる高台に大きく草原が広がっています。そこが山口県の千畳敷。眼下にはコバルトブルーの日本海と島々が美しい大パノラマとなって広がっています。隣接には風力発電所の碧ウィンドパークや菖蒲の香りにあふれる菅牟田公園があって、大勢の方が散策に訪れています。お昼間の景観は開放的で素晴らしいのですが、夜の景色も最高なんですよ。夜の日本海に浮かぶ無数のいさり火は見る人を幻想の世界へ引き込んでいきます。昼の景色と夜の景色、どちらも見逃せませんね。7カ所目は秋吉台をご紹介します。秋吉台は美祢市の中東部に広がる日本最大級のカルスト台地です。多くの鍾乳洞もあり、観光スポットとしても人気を集めています。数多くの石灰岩柱がニョキニョキと生えていて、カルスト台地特有の奇妙な景観を作り出しています。なんとも不思議な自然の造形美を楽しむことができます。まさに自然の美術館なんですね。この一帯は遥か昔にサンゴ礁があった海だということで、化石が見つかることもあるんですよ。夏の時期には山の中での花火大会という全国でも珍しいイベントが開催されます。8カ所目は火の山展望台をご紹介します。火の山展望台は関門海峡が一望できるビュースポットです。日本夜景遺産にも認定されているように、火の山展望台からの夜景は1000万ドルの値打ちがあると言われています。火の山の由来は、遥か昔に敵の襲来を都に知らせるためののろし台が設けられていたことです。明治23年には山頂に砲台が設置され、重要な軍事拠点となっていました。第二次世界大戦後までは立ち入り禁止だった場所なんですよ。春の季節には桜とツツジが咲き誇る名所としても知られています。回転式のレストランもありますので、のんびりと景色を見ながらの食事もいいですね。9カ所目は瑠璃光寺五重の塔をご紹介します。瑠璃光寺五重の塔は屋外にある五重の塔としては日本で10番目に古く、京都の醍醐寺、奈良の法隆寺と並び日本三名塔の一つに数えられています。室町中期に作られた瑠璃光寺五重の塔は、この時期建てられた最も素晴らしい建造物という評価を受けています。山口県のお出かけスポットとしても人気がある場所で、裏山で色づく桜や楓の鮮やかな彩りを背に、大内文化を現代に伝えています。国宝瑠璃光寺五重の塔は観光山口のシンボルとして存在感を放っています。日没からライトアップが始まるので、夜も見どころとなりますね。10カ所目は菊ヶ浜をご紹介します。菊ヶ浜は北長門海岸国定公園内にある白社青松の海岸です。萩城跡から萩湾に沿って萩港まで続いています。砂浜からは雫山や沖合の多くの島々を眺めることができ、絶好の眺望スポットです。海水浴場100選にも選ばれた砂浜、美しい夕景も絶景ですので、お見逃しなく。菊ヶ浜の松原は昔から阿武の松原として歌にも詠まれており、江戸時代前期に刊行されたガイドブックのような日本名勝記にも載っています。海水の透明度が高い菊ヶ浜、海水浴シーズンはご家族連れやカップルでにぎわいます。今回は山口県民がおすすめするお出かけスポット10選をご紹介として、地元の皆さんが推薦するお出かけスポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。数多くのお出かけスポットが控えているのが山口県。お気に入りのスポットは見つかりましたか。気軽に出かけて思いっきり楽しんでください。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。